カワニナ、学名セミサルコスプイラレバーティナは、カワニナ科に分類される巻き貝の一種。東アジアの淡水域に住む細長い巻き貝で、ゲンジボタルやヘーケボタルといった、水生ホタル幼虫の餌としても知られている。なお、カワニナという語は、カワニナ科プラーレスラダに分類される、貝類全体や、さらには、鬼の角の外状化に分類される。 海類の内炭水気水に生息する複数の都が、すなわちカワニナカ、川にトゲカ川にナカティリデイ、パキーチリデイ、パルドミデイなどの海類の総称としても用いられることがあるが、その場合は、川にニる類の意である。これら川にニる類のうち日本には日課が分布し、ビワ湖水系からは独特な種文化を遂げた十数種もの、川にナかの固有種が知られ、南日本の気水域には、 タケノコカワニナなど、トゲカワニナ科の複数種が分布するが、外見が似ていて同定が難しいものも多い。以下は、カワニナ科の一種カワニナセミサルコスプイラレバーティナという種について述べる。生外は、拡張3 0ト、mm、ル、角径1 2ト、mm、ルほどで、全体的に丸みを帯びた円錐型をしている。ラソーがよく残った個体では10回を超えるが、 通常は、拡張が侵食によって失われ、下の3から4回だけが残る。角本体の色は白いが、表面にオリーブ色や泡褐色の厚い殻側を被り、時に色体を持つ。多くは、鉄分の付着により黒っぽく見える。類似種としては、チリ面皮にな黒田皮にながある。また殻の模様や形、大きさなどから、大皮にな。 ミスジカワニナ、スジマキカワニナ、シマカワニマ等々の名で呼ばれたものもあるが、いずれも個体変異や地方変異、あるいは生態型とみなされている。日本、朝鮮半島、中国、台湾まで東アジアの亜熱帯域、温帯域に広く分布する。川、溶水路、湖沼などの淡水底に生息するが、都市部の河川など汚染の進んだ水域では見られない。 落ち葉などが積もるような流れが緩い区域に多く、流れが早い渓流には少ない。主に落ち葉、付着形相、デトリタスなどの有機物を餌としている。ゲンジボタル幼虫、ヘイケボタル幼虫の他にも、コイ、モクズガニ、サワガニなどの天敵が存在する。繁殖期は春と秋で、メスは卵ではなく微小な子貝を300から400匹ほど産み落とす。なお産卵前の小貝は、 胎児核と呼ばれ、その形態や数は種の識別の目安にされる。肉は食用になるが、一般的ではない。また、配給中、横側球中等の第一中間宿主となることが報告されている。貝から人体に直接感染はしないが、予防対策上注意が必要である。種としての川にナは一部地域で食用とされるほか、ビオトープなどに持ち込まれることもある。 しかしホタル類幼虫の餌としての利用が圧倒的に有名である。ゲンジホタルの繁殖促進の試みは日本各地で行われており、特に都市近郊の公園などではそういった活動が盛んである。その一環で餌となる川に名を増やす試みが行われる。本種は清流に住むと思われがちであるが、実際はある程度の有機物のある川に多産する。そのため、 産幹部では本市を増やすために野菜くずなどを川に投入し成功を収めた例もある。新日本製鉄株式会社環境報告書平成11年度の P19 によれば大分製鉄所でスラグに含まれる酸化カルシウムと計算がカワニナの生育に有効であることを利用してカワニナの増殖に成功している。それらの性質を利用して カワニナやその餌の形相が増殖するコンクリート用壁の特許も公開されている。他方、面倒なので業者から購入しているという自治体や自然保護団体もある。しかしこういった人為的移入は地域的なカワニナの特徴、遺伝的相違を拡乱する遺伝子汚染となる。また、輸入したカワニナに台湾シジミや小ワツボなどの外来種が付着して侵入する。 可能性もあり、あみによその川に名を移植してはならない。川に名族の一種。大阪市水道記念館飼育個体川になか、プラーレスラダには多くの種類があり、川に名の種内でも多くの変異が知られる。また、琵琶湖、淀川水系では独自の種文化を遂げたビワ川にな、種群が知られている。川になの類似種である、 チリメンカワニナや黒田カワニナもゲンジボタル幼虫の餌となる。カワニナ族、セミサルコスプイラチリメンカワニナチリメンカワニナのハイズリ、あとバイワマラニア族ビワコ水系に分布。ありがとうございます。